はい、どうもカズペンです。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画のエンディングに、私ここでね、この新しく綺麗にしたこの部屋でここにね棚作るという動画を棚作るぞということで、まあ、予告するような感じで動画を終わらせていただいたんですけれども、今日はねそのお話です。はい、まだねここ実はまだないんですけど、最初に言っておきます。もう僕むっちゃアホです。はいもうねもうびっくりするぐらいアホで、ちょっともうそのアホさんを見てもらうための今日は動画なんですけど、 iPad でここの棚にこういう風なね、感じで設計図も作って、設計図っていうほど偉そうなもんじゃないんですけど作って、ここにね棚を作ろうと。でまあここに長い木をズドンと通して、で反対側にもズドンと通して、でその横にねこう棚をね渡そうと。この棚の幅が180センチで作ったろうかなとかね、いうふうに思ってこの設計図をね、作ったわけなんですよ。このねすごいあのフリーハンドで、書くこの設計図なんですけどね。で地面から上まで250センチこの部屋あるんですね。まあ、250センチ覚えておいてくださいね。でうちのね奥さんが別の部屋にこういうものを使ってね、これディアウォール、DIY とかしたことある人やったらもしかしたら知ってると思うんですけど、このディアウォールっていうのを使って縦のこの一本の柱になる部分、これをこうつけれるぞっていうことで、実は他の部屋でやってるんですね。はい、まあこれね、ほんでこのディアウォールっていうのをこういう、まあ、木の頭とお尻のところにこうつけるわけですね。これあの短い木をちょっと持ってきてるんで、まあこれでちょっと説明しますけど、このディアウォールのね、この一つ、受けの部分をこう、ちょっとこう下に入れてね、反対側の部分を上からこんな感じでね、こうつけて、上と下に、このディアウォールのパーツをつけて、ここの絵にあるように、こう、天井と地面にね、こう、ガバッとはめ込むんですよ。で、この一個の部分にはバネが入ってるんで、こう、斜めに木を入れていって、こう、バチンと。バチンと最終的にこんな感じに行くわけなんですけれども、これを2個つけて、でその間にこう棚をつけると。その時使うのがこのこういう風な受け、棚受けって言うんですけど、この棚受けを最初に通しといて、まあ反対側もねこういう風につけると。でこっちもこうつけると。でここに横の木をこうはわしてネジ止めしてね、こいつとこいつネジ止めして、まあ、こんな感じに最終的に行くと。まあまあなんとなくイメージそういう感じなんですけど、まあ分かってもらえたかなと思います。で、今日ね、このディアウォールを使うために僕木を買いに行ったんですね。さっきも言いました通り、ここ250センチあります。で、このディアウォールは、ディアウォール分の厚みを引かないといけないです。で、これの場合、ディアウォールの場合やったら、これちょっと見えにくいと思うんですけど、天井から45ミリ短い、これ 2×4 鋼材って言うんですよ。こういう大きさの木のこと。この 2×4 鋼材を用意しないといけないですね。まあ、つまり、250センチから、45ミリやから4センチ5ミリか。これを引いたものを木を用意しないといけないということで、僕ね、木を買ってきました。で、その木が、よいしょ、ここにあるんですね。こちらなんですよ。はい、これ今下わかるかな、これ下ついてます。上行きます。ズン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 、えわかりますかねこれ、ウィーン、はい、こんだけ分こんだけ分短い、木を買ってきてしまいました。はい、でね、これなんでこんなことになったかっていうと、実はさっきのね設計図、これも実は僕やらかしてたんですね。ちょっと見てもらおうかな。これ、よいしょ。これね、ここ僕、215ってこれ書いてるでしょ。これ黒いのが木ですよ。今回買った 2×4。その上の引き算見てください、これ。250-45ってしてるんですね。確かにここ、高さは250センチなんですよね。で、このディアウォールの後ろには45ミリ短いのということなんで、本来やったら250-4.5せなあかんところですよ。僕ね、250-45してるんですよね。しかもですよ、しかもですよ。250-45は215って、もうこの時点で計算ね、実はやらかしてもうてるんですよね。250-45、205やっちゅうね。いや、そんな205でもあかんちゅうねって話なんですけど。はい。というわけでね、この今僕持ってる木、205センチしかありません。まあどういうことかっていうと、もう当たり前やけど、
よいしょ、これね全然足りないですよね、ほら全然足りない全然足りない、はい、で、こういう機をね、間違って買ってきてしまったわけなんですよ。はい、もうね、DIY なんか普段やらへんから、もうこういうミスをね、ほんま帰ってくるまで気づかなかったですね。帰ってきて木、ガー運び込んで、めっちゃ短いやん、なんでなん言ったら、250-45したから、ね、2500-45ミリせなあかんかったね。で、同じように最近引っ越した後輩にその話ね、こんなんやってもうたわってやったら、別の会社のやつ、これね、これも有名、ラブリコっていうところね、これも有名ね、ラブリコ、はい、で、これラブリコっていうメーカーの同じようなアジャスターがあるんですね。で、ラブリコのアジャスターはこっちのディアウォールはバネでこうグインって入れるのに対して、こちらはこの上側がネジになってるんですね。実物があるこんな風に、これをクイッキュイッキュイって回していくと、これがグーッと上に上がっていくんですね。で、突っ張ってくれるというもんなんですけれども、ラフリコの方がこの用意する木短くて済むんですよ。つまりここがね、あのラブリコの場合はたくさん取るんで木は短くて済むんですけれども、さすがに40センチ近く足りん木にはね、使えません。はい、というわけでね、僕あの休み、もうねゆっくりしたいなと思ってたんですけど、これをね朝から買いに行って、いろんなとこ買い物行って、さあ帰ってきて昼飯食って、さあやろうかな、さあ部屋に運び込むぞってなった時にこれが発覚したんでね、もう昼飯食ってほんまにもうってなりながら、もう一度ねホームセンター行きました。で、ホームセンター行って、このラブリコ、このねこっち側のラブリコ、これに合う木をね、もう店員さんに全部聞きました。天井は250センチで、この商品を使いたいんですけど、何本ぐらいで切ったらいいんですかって、もうねプロに全部お任せしました。もう分からへんからはい、ほんならね、ちゃんとしたあの木切ってくれありました。で、今ね家のベランダでバーってこうオイル、なんとかオイル忘れたけど、あのこれですわ、このオイルをね、塗って、今乾かしてます。はい、というわけでね、また棚ができるんはまた仕事明けの日になると思うので、また次の動画になるかもしれないんですけれども、私ねちゃんとほんとこの棚が組み立てられるかどうかほんと心配です。多分ね失敗すると思う、うん、だから皆さん応援しててください。僕はね上手に棚を作れるかどうか皆さん応援しててください。ほんま久しぶりです、カズペン棚を作ろうとしたら盛大に木の長さを間違えて失敗するという今日は動画でございました。ではまた。